ドラルを越えて天井までたどり着くとは。取り戻したい相手がいるんだよ。けれどその先に何が待っているのかな。最大の試練の最初は三つ股に道踏んで。おいマート、聞こえてんだろ。リンはどこだ。ヴィンセントさん。ほーれー、かわいいかわいいリンちゃん、捕まえられますかな。くそ、待ってろよ。ようこそ我が領域へ。我が人間がここまで来たこと自体、いやはや驚嘆に値しますな。よし、ゲット。落ち着け。ご招待してみて、いきなりくすっと殺したのか。強がないと言えん。どれ、まずは肩身の見物と参りましょう。一週間も生き延びた腕前ってのはね。よし、ゲット。さあ、ここまで来てみんしゃ。よし、ゲット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 。つまらんですよ。まあせいぜい頑張ってちょうね。そういや、結局こいつ何者なんだ。マトンもさんもこいつのことは何も言ってなかったな。すぐに助け出してやるぜ、リン。おほう、いや、また来たぜ。あんた、ほんと面白いよ。じゃあ、まあ座ってよ。やあ、
勇気ある子羊さん、まさかこの天井まで登ってくるとはね。何が天井だ、卑怯なまでしやがって。さっさと凛を返しやがれ。分かってるだろ、望みを叶えたければ登るしかない。取り返すつもりならそれ相応の覚悟をしてもらうよ。覚悟ならとっくにできてるさ。取り返したとしてもあんたは再び試されるだろうけどね。さあ改めて尋ねようか。第15問です。愛のためなら自分の持っていたポリシーを変えられますか。あんたはそうなんだ。口先だけなら何とでも言えるしね。とにかく覚悟だけはしておいて。彼に挑んだからにはね。俺を落とした奴が身近にいるとか思わせぶりに嫌がって。正体は偽のおっさんじゃねえか。偽のおっさんってこれでも大いなる存在なんですが。あ、クソ、お前らどうだ。いい加減に正体を教えやがれ。いいだろう。僕の名はアスタロト。ここより遥か上の世界からあんたら人間を眺めてる。アスタロト？上の世界？なんだよ、名乗っただけじゃ満足できないってこと。仕方ないな。じゃあ先で話そう。生きていればの話だけど。ちょっと待てよ。最大の試練の2番目は惑わしの道だ。勝手に動いてしまう怪物石は。次も行けるか。いや、行くしかねえ。 Commencing Area 2. Are you ready? と、よし、行けと。よし、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 行けと。と、よし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 、ゲット、よし、ゲット、もう、よし、ゲット、と、よし、ゲット、よし、ゲット、よし、よし、ゲット、よし、ゲット、よし、どれや。チョコマカト。でもまだまだ私がお相手するレベルじゃありませんな。
果たしてお次も生き残れますかな。こいつマトンの手下ってわけでもないのか。リンのピアノ助け出したらちゃんとゆっくり聞きたいよな。来たぞ。早く次行け。次。分かった。じゃあ座って。さすがだよ。あれほどの難所を切り抜けるとはね。ここまでの健闘を称えよう。話の続きを始める前に確認しておきたいことがある。あんたの中の答えが知りたいんだ。第16問です。愛に一途に生きることをどう思いますか。なるほど、分かった。ではこちらも質問に答えよう。あんたは欲望と誘惑にまみれここに落とされた。ここは罪深き者たちに洗礼を与える場所。彼にはあんたみたいな最も低い男をここへ連れてくるように命じている。最も低いって言うな。そうかもしんないけどさ。まあそれはもういいよ。あんたが選んだ道は予想の斜め上だったし。つうか結局お前が元締めってことだよな。ならいい加減顔くらい見せやがれ。このお方に接見するなど千年早いの。お名前聞けただけで十分すぎんのよ。おしゃべりはそろそろいいだろう。先へ進もう。健闘を祈るよ。お前らにお祈りされる筋合いはねえ。絶対負けねえからな。最大の試練の3番目は登り方に決まった正解はない。くそ、絶対登り切ってやるからな。 Commencing Area 3. Are you ready? よっ、ふっ、よっ、ふっ、よし、よし、ふっと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 、よし、よっと、ドッジ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 、
よし、ゲット。フッ、よし、フッ、フッ、よし、フッ、よし、ゲット、フッ、よし、ゲット。フッ、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 よし、なった。絶対逃げ切ってやる。フッ、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 よし、ゲット。せーの、よし。さすがだね、思わず見とれたよ。確かになかなかの悪運ですな。でも運が味方するのもここまで。次こそはおさらばでございますよ。覚悟してちょいよ。くそ、やっぱ手が出せねえ。けど敵じゃないみたいだよな。リンがどんな目に遭ってるかわかんねえんだ。弱音吐いてる場合じゃないよな。どうだ、まだ生きてるぜ。本当にすごいな。じゃあ座って。いいぞ、ヴィンセント。惚れ惚れする登りっぷりじゃないか。リンを助けるんだ、迷ってらんねえだろ。愛する人のためってやつかい。それだけじゃこの試練は超えられないよ。ここからは己の内面に正面から向き合う力が必要になる。ここまで登り詰めてきたあんたに尋ねよう。第17問です。あなたが友人を選ぶ基準は何ですか？なるほどね。天井はここでようやく中間地点だ。次の試練へ案内しよう。カゴの中の鳥も空へ解き放たれることを心待ちにしてるはずだ。まあそれもあんたがたどり着ければの話だけどね。健闘を祈るよ。登りきるしか道はねえ。どこまでだって這い上がってやるからな。最大の試練の4番目は決戦へとつながる細き道だ。足場はすぐに崩れ落ちてしまう。すべての経験を生かして一気に駆け上るのだ。いいぜ、どこまでだって戦ってやる。待ってろよ、リン。 Commencing Area 4. Are you ready? よし、はっ、よっ、よっ、よし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 、しまえ。
よし、ゲット。しましょう。次こそはクルッと死にさらしていただきますよ。ブハハハハハ。せめて顔ぐらい拝みたかったな。けど今はそれどころじゃない。待ってろよリン、もう少しだ。